はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は面白すぎる契約条項8選ということでやっていきたいなと思います。MLB の選手契約には様々な条項が盛り込まれています。単純に何年間でいくらお金を払いますよということだけではなくて、活躍に応じたボーナスですとか、また選手自身の待遇などを契約で定めているというケースも決して珍しくはないんですね。で、こういった契約条項の中には、ちょっと変わった契約条項というのも存在するんですね。一見すると、なんでこの選手に対してこういった契約条項を盛り込んだのか、ちょっとよくわからない面白い契約条項というのも存在します。なので今回はそんな MLB の契約の中で、特に個人的に面白いなと感じた契約条項を8つご紹介していきたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、まず一つ目はアダム・ダンのゴールドグラブ賞ボーナスですね。ダンといえばホームランか三振かというバッティングが、結構人気な選手なわけですが、ただお世辞にも守備というのはあまり上手くない選手でした。2009年の WBC 日本対アメリカの試合でも結構衝撃的な守備を見せまして、それが記憶に残っているという方もいるかと思うんですけれども、このダンがですね、2010年のオフにホワイトソックスと4年総額5600万ドルの契約を結びました。で、その際にボーナスとして盛り込まれていたのが、ゴールドグラブ賞をこの4年間のうちに受賞した場合は、追加で2万5000ドルを受け取ることが可能な契約となっていました。ただこのダン、先ほども言いましたが、守備はあまり上手くない選手で、で、実際にアルティメットゾーンレーティング UZR で見ても、外野の通算 UZR はマイナス92。で、ファーストで見た場合でも通算 UZR はマイナス 38.8 と、平均を大きく下回る守備力を持った選手でしたので、なんでこんなゴールドグラブ賞ボーナスが入っていたのかは正直疑問ですね。もしかしたら DH でのゴールドグラブ賞を狙ったのかもしれませんが、なかなか不思議な契約条項となっています。続いてはワンチェンミンの例を紹介したいなと思います。一時期ヤンキースのエース格として活躍したこのワンチェンミン、ただ怪我の影響で2008年以降は本来の力を発揮することができず、2010年のオフはワシントンナショナルズとマイナー契約を結ばざるを得ませんでした。ただこのナショナルズとのマイナー契約の中でインセンティブとして盛り込まれていたのが、シルバースラッガー賞を受賞した場合は5万ドルのボーナスが支給されるということになっていました。シルバースラッガー賞は各ポジションで最も攻撃面で優秀なパフォーマンスを残した選手に対して贈られる賞となっているんですが、ナショナルリーグではこの当時ピッチャーも打席に立っていましたので、ピッチャーに対してもシルバースラッガー賞は贈られていました。ということを考えますと、ワンチェンミンもしかしたらバッティングめちゃくちゃ上手い選手だったんじゃないかと思う方もいるかと思うんですけれども、ただヤンキースでのワンチェンミン、通算で14打数ノーヒットで、おまけにワンチェンミンは2008年に走塁中に大怪我を追ってしまって、で、このせいで彼のピッチングというのも狂ってしまったんですね。なのでバッティングに関して結構トラウマを持っている選手とも言えると思うんですが、もしかしたらそれを克服してシルバースラッガー賞を受賞できるぐらいのパフォーマンスを残した時のためにこういったボーナスを設定したのかもしれませんが、ただ2011年のワンチェンミンはナショナルズで19打数1安打とおおよそシルバースラッガー賞からは程遠い打撃成績ではありました。はい、続いては A ロッドことアレックス・ロドリゲスのケースを見ていきたいなと思います。2000年のオフにレンジャースと10年総額2億5200万ドルと、当時のスポーツ界最高の年俸を受け取った A ロッド。この契約、今の契約規模で見てもなかなかの規模ですから、20年前と考えますと、とてつもない契約をレンジャースよく結んだなと思うんですが、この2億5200万ドルの他にも、様々な活躍に応じたボーナスというのも、本当にてんこ盛りの契約となっていました。MVP に輝いたらいくらですとか、ゴールドグラブ賞だったらいくらとか、そういったこともこと細かく設定されていたんですけれども、中でも面白いのが、ディビジョンシリーズの MVP を受賞した際には、15万ドルのボーナスが支給されることとなっていました。活躍に応じたボーナスがこと細かく設定されているという話は先ほどしましたけれども、こう聞くとですね、ディビジョンシリーズで MVP を受賞した際にいくらと設定されているのは全くおかしくはないようにも聞こえるんですが、ただ問題なのは、このディビジョンシリーズ MVP という賞は存在しないんですよね。A ロッドは架空の賞であっても、ボーナスが設定されているという、当時それほど貴重な選手だったと言えるのかもしれません。はい、では続いてマット・ホリデーのケースを見ていきたいなと思います。2016年のオフにヤンキースと1年総額1300万ドルの契約を結んだホリデー。ホリデーの契約の中にはトレード拒否条項が含まれていまして、これ自体は全く珍しくはないんですが、ただホリデーのその拒否対象というのはオークランドアスレチックスたった1球団だけだったんですね。
トレード拒否条項の中で特定の球団だけを拒否するという例は、まあ、結構珍しいらしいんですけれども、で、さらに面白いのがこのホリデーは、実はアスレチックスに過去に在籍した経験もあるにもかかわらず、アスレチックスをただ一つの拒否対象として指定していたんですね。かつて在籍していたにもかかわらず、トレード拒否の対象と指定しているのは、ホリデー以外ではあんまりないケースなんじゃないのかなと思っています。で、ホリデーなんでそんなにアスレチックスが嫌なのかという話になるんですけれども、2009年に在籍した際に、老朽化した本拠地の球場設備というところが大変不満だったようなんですね。まあ、アスレチックス皆さんご存知かと思いますけれども、あまりお金のない球団となっていまして、本拠地の設備がかなり老朽化しているという話は、マネーボールの中でも記載されているなど、設備に関しては MLB30 球団の中でも、ワーストに近いような、そんな球場設備となってしまっているようです。この老朽化した設備がホリデーとしてはちょっと不満と言いますか、野球をプレイする環境としてはあまり適切ではないと考えているようでして、このヤンキースとの契約の中で、ただ1球団のトレード拒否対象として指定したようですね。では続いてロイ・オズワルドのケースを見ていきましょう。これよく考えたら契約条項ではなくてオーナーとの口約束でしたので、作ってから気づいたんですけれども、まあオーナーとの約束なのである意味契約ということでご容赦いただければなと思います。2000年代のアストロズのエースとして活躍したオズワルド、2005年カージナルスとの NLCS 第6戦に先発することとなったんですが、この時点でアストロズが3勝2敗とリードしていまして、あと一つ勝てば念願のワールドシリーズ進出。この試合に向けてオズワルドのモチベーションを上げるため、アストロズのオーナーはオズワルドとある約束を交わしました。その約束というのは、この第6戦に勝利した場合にはブルドーザーをプレゼントするよと、そんな約束だったんですね。オズワルドにとってブルドーザーというのは MLB に昇格した時からずっと欲しいものの上位にあったらしくて、このオーナーからの提案に奮起したのか、7回3安打1失点の好投を見せまして、チームは第6戦を制し、ワールドシリーズ進出を決めました。そして約束通り、オズワルドはアストロズのオーナーから約20万ドルのブルドーザーをプレゼントしてもらったようですね。日本円にすると2000万3000万のブルドーザーというわけですから、それをポンとプレゼントするのもすごいと思うんですけれども、これでオズワルドは念願のブルドーザーオーナーとなれました。では続いてはルーグネット・オドアですね。こちらの例を見ていきたいなと思うんですけれども、2017年の開幕直前にレンジャーズと6年総額4950万ドルの契約延長に合意したオドア、この前年2016年に22歳のシーズンながら33本のホームランを放ち、強打のセカンドとして存在感を高めてきた選手だったんですけれども、このオドアをレンジャーズに残すためにチームはある努力をしました。その努力というのは、この契約の中でオドアに馬を2頭プレゼントするということをしたんですね。実はこのオドアという選手、馬が結構好きだったらしくてですね、契約の中で馬を2頭もらう前にも、故郷のベネズエラですでに馬を6頭保有していたんですね。どうも彼の母方の家族が牧場を経営しているらしくて、子供の頃からその牧場に遊びに行くということが多かったらしいんですけれども、まあそこで馬と触れ合って、馬のことが好きになったようなんですよね。契約の中で新しい車を買うよというケースなんかはたまに見るんですけれども、まあ馬をあげるよっていうのはなかなかレアなのかなと思っています。で、そんな馬をもらってレンジャースに残留することを決めたオドアですが、2017年と2019年に30本のホームランを打つ活躍は見せてはいるんですが、ただ選手のタイプからしてそもそも OPS が伸びにくいという問題があって、最近はちょっと立場が危うくなっている選手です。はい、続いては我らがイチロー選手の契約を見ていきましょう。2007年にマリナーズと5年総額9000万ドルの契約でマリナーズ残留を決めたイチロー選手。イチロー選手の契約の中には様々な待遇に関する契約条項が盛り込まれていまして、この中には住宅手当とまた新車の支給というところが含まれていたんですね。イチロー選手がシアトル近郊の家を借りるための住宅手当として、1年間で3万2000ドル支給されることとなっていまして、この額は毎年1000ドルずつ増えることとなっていました。住宅手当自体は一般の企業でももらえるケースがありますので、まあそれ自体は珍しくはないと思うんですが、ただイチロー選手のように毎年10億円以上のお金を稼ぐ選手がこの住宅手当をあえて契約に盛り込んでいるのはなかなか庶民的でいいなと思うんですよね。3万2000ドルと聞きますとなかなか高いなと思う方もいると思うんですが、ただ1ヶ月あたりの家賃に換算しますと、まあ30万円40万円ぐらいのお金になりますので、確かに庶民の感覚からすれば高いんですが、ただイチロー選手ほどの選手の家賃としては結構安いんじゃないのかなとも個人的には思いましたが、皆様いかがでしょうか。こういった住宅手当やまた新車の支給、それから日本への航空券の支給など、まあそういったところも契約に様々入れまして、イチロー選手の堅実さがよくわかるような契約だったのかもしれませんね。
はい、最後は少し昔の選手ですが、ローリー・フィンガーズの例を紹介したいなと思います。フィンガーズは70年代に活躍したクローザーでして、アスレチックス、パドレス、そしてブルワーズの3球団に活躍し、史上初の300セーブを達成したピッチャーです。で、このピッチャー写真からもわかる通り、ヒゲが大変特徴的な選手なんですよね。ハンドルバーマスタッシュとも言うんですが、ヒゲの先端がクルンとなっている形がハンドルバーに近いことから、そういった名称がついているんですけれども、もともとフィンガーズがこの特徴的なヒゲになった理由として、アスレチックスに在籍していた72年に、オーナー主催でチームの中で最も良いヒゲを伸ばした選手に対して、300ドルのボーナスを支給すると約束しまして、フィンガーズはこのヒゲを伸ばして、見事にボーナスをゲット。そして翌73年の契約時に、ヒゲを伸ばし続けた場合には300ドルのボーナスと、またヒゲを維持するためのワックスの費用として100ドルが契約の中に含まれることとなりました。こうして彼の特徴的なヒゲが維持されることとなったんですが、球団から選手の見た目にかかるお金が、わざわざ支給されるというのもなかなか面白い話なんじゃないのかなということで、最後にご紹介させていただきました。ということで今回8人の例をご紹介してきましたが、今回の8人に共通して言えることは、全員が一流選手なんですよね。こういった活躍に応じたボーナスですとか、また待遇に関する契約というのは、一流選手でなければ球団もおそらく払う気はないと思いますので、これはやっぱり一流選手の特権とも言えるのではないでしょうか。契約の金額だけではなくて、こういった条項で他の球団との差別化を図るという例も決して珍しくはないらしいので、一流の選手を自分のチームに連れてくるために球団はあの手この手を使って契約の面で様々創意工夫をしているんだなと思いました。今回は8人のご紹介にとどまりましたが、もし皆さんが今回ご紹介しなかった選手の中でこの契約も面白いんじゃないかというものがありましたら、ぜひですねコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですねメルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。